マイケル・ジョセフ・ピアッツァは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州のリスタウン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ、イタリア系アメリカ人である。ピアッツァの発音は、パイ・ティ・エッスだが、日本語表記は、ピアッツァのほか、マスコミによっては、ピアザ、ピアッツァ、ピアザと表記されることもある。2004年のピアッツァ父方の曽祖,祖父は、南イタリア・シチリアからの移民で、父は、 スロバキア系の地も引き、不動産業や中古車販売で家族を養っていたが、一発を当てて億万長者となった。また、父は、富いらそうだと親友で、マイクは、1977年のロサンゼルスドジャースが、リーグ優勝決定の試合後、シャンパンファイトの輪に入れてもらうことができた。両親は広大な土地を購入し、打撃練習場を作った。 その打撃練習場の打撃マシンはプロが使う、高性能なもので、マイクはこのマシンで練習をした。マイクは練習をしたくてたまらず、兄弟からは、奴はまるで打撃練習場に住んでいるかのようだ。朝昼晩、いつもあそこにいると、半ば驚き、半ば呆れ果てていた。一番好きなポジションは、投手で一番嫌いなポジションは保守だった。リトルリーグ時代は、監督から、 足が遅いことを理由に保守を進められるも、保守は嫌なため、カーブを習得し投手に転向した。進学したフェニックスビルエリア高校では、保守が不足しており、肩が強いことを理由に監督からは保守をやってみないかと誘われた際は、投手としての限界を自覚していたが、やはり保守は好きになれず、打撃に集中したいため一流医師をやりたいと、翌日監督に伝えた。高校では、 打率6割を記録するも無名校のためどこからもドラフトで指名されず、マイアミ大学へ進学するも出場機会に恵まれず、試合に出場したいため、マイアミデイド大学へ転校。スカウトからの誘いがなかったが、ラソーダはマイクがかつてバットボーイの空いた時間にドジャースの投手相手にした打撃が忘れることができなかった。1988年のドラフトで、 ドジャースから62巡目に指名された。球団から電話がかかってきたのは、指名から2ヶ月後で、契約金は1万5000ドル、保守として入団。ラソーダは、間もなく、ドジャース史上最も攻撃的保守の一人になるだろうと評した。保守をやるのは、リトルリーグ以来で、ラソーダのペットという陰口に耐え、保守について学んだ。1992年には、開幕を、 A 級で迎え、6月にはトリプル A 級アルバカーキデュークスへ昇格。9月1日にメジャーデビューを果たした。1993年春にチームはマイクソーシアを解雇したため、ラソーダのペットの声が高まった。迎えた1993年のレギュラーシーズンは149試合に出場し、打率318.35本塁が112打点を記録した。 MLB オールスターゲームに選出され、新人王満票で受賞した。球団と3年総額420万ドルで契約延長した。1994年はチームが首位で、マイクも5月に初の月間 MVP を受賞するなど好調を維持していたが、8月11日にストライキによりシーズンを終えた。ストライキは短期で解決すると聞かされていたが長引いて、 プレーオフが行われず、失意に打ちのめされた。翌1995年の開幕も危ぶまれたが、選手会側がストライキを解除。この年、トニー・グウィンに次ぐリーグ2位の打率、346を記録し、球団がロサンゼルス移転後の球団体記録となった。チームは7年ぶりにプレーオフへ進出したが、シンシナティレッツとのディビジョンシリーズでは一勝もできずに終わった。 MLB 史上最も攻撃力にあふれた星と称賛された。1996年フィラデルフィアで開催されたオールスターゲームではレフト2回席へ本塁打を放ちナリーグを勝利へ導き MVP に選出された。レギュラーシーズンは打率336.36本塁打105打点を記録し MVP の投票では県カミュニティに付ぐ票を集めた。 ワイルドカードで前年に続き、プレーオフ進出も、アトランタブレイブスに一勝もできずに敗退。1997年は打率、362.40本塁打、124打点を記録し、保守として、史上3人目となるシーズン40本塁打を記録するなど、自己最高のシーズンとなった。シーズン終了後に、 FA 権を取得するため1998年開幕直後に、球団は6年総額7、500万ドルで契約延長のオファーを出したがこれを拒否。7年総額1億ドルを主張した。1998年5月14日に、トッド・ジールと共に2対5のトレードでフロリダ・マーリンズへ移籍。マーリンズは前年のワールドチャンピオンの後に年俸削減を行っていた。 1998年5月22日に1対3のトレードでニューヨークメッツへ移籍。移籍後7月22日までに46試合に出場し、打率333を記録するも打点は20で、本類打は7と大きく期待を裏切り、結果をすぐに求めるニューヨークのファンからブーイングの対象となった。しかし、8月以降に14本類が52打点を記録し、 打率は350を上回った。シーズン終了後の11月26日に7年、総額9、100万ドルで契約延長した。1999年は2年ぶりに本塁打を40の大台に乗せ、球団体記録となる24試合連続安打を記録した。2000年7月のサブウェイシリーズのニューヨークメッツ対ニューヨークヤンキース戦で、 ヤンキースのロジャー・クレメンス投手と対戦した際、ピアッツァはクレメンスによって、頭部直撃の死球を受け、脳震盪を起こし、ロジャーに対しての尊敬を失ったと語った。同年のワールドシリーズでこの死球が、サブウェイシリーズを盛り上げるための一つの象徴になっていた。シリーズ第2戦、クレメンスとピアッツァは、再び対戦し、クレメンスの投球によって、ピアッツァのバットが折れた。この際、 クレメンスはピアッツァに対して折れたバットを投げつけるという前代未聞の事件を起こし、2日後にクレメンスは恋ではないが危険な行為とみなされ罰金5万ドルを払った。2003年は怪我に泣かされメジャーデビューした1992年以降最小の68試合の出場に終わる。ピアッツァが不在の間は犬種のベテラン保守。 バンス・ウィルソンとコーダの若手保守ジェイソン・フィリップスの併用で穴を埋めた。シェイスタジアム最終戦では、ドジャース時代の1993年7月26日以来となる一塁守備についている。2004年は、フィリップスの台頭もあり、保守権一塁守として起用となり、一塁守として68試合、保守として50試合に出場。主に保守では、 フィリップスと一類ではオフに FA で加入したトットジールとのツープラトン起用だった。5月2日には通算352本塁打を放ち、保守としての記録でカールトンフィスクをしのぎ歴代1位となった。もともと摂取、弱型の保守として知られているが2003年以降は年齢による身体能力低下に歯止めがかからず、代打。 もしくは一類種として用いられるようになる。7年契約を満了し、FA となった。パドレス在籍時のピアッツは2006年1月26日にサンディエゴパドレスと1年契約で合意した。開幕前の3月には第1回 WBC のイタリア代表に選出された。同大会では日本プロ野球のロッテに所属していたバルパス口と共にクリーンアップを組んだ。 2006年4月26日 MLB で本塁打の最も出にくい球場の一つに数えられるサンディエゴパドレスの本拠地ペトコパークで通算400本塁打も達成している2006年12月にオークランドアスレチックスは保守としては限界に達しているが打撃面で十分戦力になると踏みフランクトーマスに代わる指名打者として1年契約で合意した 2007年は怪我で83試合しか出場できず、打率275、8本類が44打点に終わった。2007年シーズン終了後にフリーエージェントとなったが、獲得に動く球団はなく、2008年5月20日に現役引退を発表した。引退後は2009ワールドベースボールクラシック、2013ワールドベースボールクラシックのイタリア代表のコーチに就任している。 その後も、第二の母国である、イタリア野球のために、精力的に活動しており、ヨーロッパ野球の振興に尽力している。2016年1月6日、有志各社となってから4度目の投票で83.0%の得票を得て、アメリカ野球伝道入りが決定した。MLB 史上最下位指名での伝道入りとなり、同時に伝道入りしたケングリフィジュニアとの順位差は、 歴代の殿堂入り選手の中でも最も開いていた。WBC 代表選手の殿堂入りとしても初である。また、電動のプレートの帽子はメッツの帽子となり、同年1月25日、フルスメッツはピアッツァの在籍時の背番号31を永久欠番に指定することを発表した。2019年11月13日、2020年の 欧州選手権及び2021ワールドベースボール、クラシックのイタリア代表監督への就任に合意したことが発表された。保守の本塁打記録を持っている通り、嘆きだけなら保守では、MLB 史上最高の選手と言われる。新人王に輝いた1993年から2002年までの間、ストライキで短縮シーズンだった1994年を除けば、毎年30本塁打。 90打点以上を記録している。この10年間は全てシルバースラッガー賞を獲得した。特に圧倒的だったのが 1990MVP 投票でも2位につけている。さらにキャリアの大半をロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・メッツで過ごしているが、これらの本拠地はいずれも打者振りと言われており、このこともピアッツァの打撃評価を引き上げている。反面守備は評価が低い。 特に盗塁阻止率が非常に低く、年間で3桁の盗塁を許したことが8度もある。ゴールドグラブ賞は、打撃の良い選手が優遇されるという傾向があるが、一度も選出されることはなかった。しかしながら、近年のセーバーマトリクスは異なった知見を提供している。盗塁阻止能力は確かに低かったものの、フレ、ミングや、効率素止といった能力はむしろ優れており、相対として、 守備面でも優秀な保守だった可能性を示している。一類守備はバウンド補給に難があり、晩年はほとんどが DH での出場だった。アマチュア時代は全くの無名選手であり、マイナーでも最初の2年間はパッとしない成績だったが、その翌年の1991年から長打力が著しく向上して、急激に成績を上げ、 メジャーグッシの打撃を誇る保守へと成長した経緯もあり、禁止薬物を使用していたのではないかという疑惑がある。各たる証拠はないが、ステロイド使用者に多く見られるように背中に多数の座層があったことは有名で、成績が低下し始めた時期が、ドーピング検査の開始と重なるという指摘もある。2013年1月に、初めて対象になったアメリカ野球殿堂入りの投票では、 得票率57.8%に止まり、電動入りに必要な75%に達しなかった。ステロイド仕様が確定しているバリー・ボンズに投票した記者からは8割以上の支持を得たのに対し、ボンズに投票しなかった記者からの支持率は4割台に止まったことから薬物疑惑が影響したのは明らかであった。ピアッツァは翌月に出版される時点において、 禁止薬物の使用を明確に否定した。ピアッツァは日本でも名が知られている選手である。ノモ・ヒデオが渡米した際にはドジャースの正捕手として、またピアッツァがやはり日本でもおなじみのボビー・バレンタイン監督が率いるメッツに移籍した際と、その12日後にノモがメッツに移籍して、再びチームメイトとなった際、さらに新庄・剛志がメッツに入団して、 ピアッツアとチームメイトになった際にも日本で新聞やニュースで報道されていた。ありがとうございます。